第2代ハービー男爵ジョン・ハービーは、イギリスの帝身、作家、改装録著者。初代ブリストル伯爵、ジョン・ハービーと二人目の妻、エリザベスの間の長男。1723年11月に、父と一人目の妻、イサベラの間の長男カーが死去すると、ハービー教の儀礼称号を使用したが、父に先立って死去したため、ブリストル伯爵を継承することはなかった。 初代ブリストル伯爵、ジョン・ハービーと二人目の妻、エリザベスの間の長男として、1696年10月13日に生まれた。ウェストミンスタースクールとケンブリッジ大学、クレア・カレッジで教育を受け、1715年に文学修士の学位を得た。1716年にパリを訪れ、そこからハノーファーに向かって、ジョージ一世の宮廷に入り、 大太子ジョージに取り入った。帰国した後、軍人の道を諦め、父の尖を押し切って、イックワースで試作に没頭した。1725年4月、バリーセントエドマンズ選挙区の補選で当選して、諸議員議員に就任、大太子ジョージを支持したため、ウィリアム・パルトニーと共に、ハンボル・ポール派の一人となった。しかし、大太子ジョージが、ジョージ二世として国王に即位するとともに、 ボルポールを引き続き起用すると、ハービーも立場を変え、1000ポンドの年金を得た。1728年1月に、ジョージ2世一世で初の議会が開会した直後、スティーブン・フォックスと共に、イタリアに両用に向かい1729年9月に帰国した。ボルポールとパルトニーが、ハービーの支持を争った後、ハービーは、パルトニーとの決裂を選び、 1730年5月7日に、ウォルポールから副区内長官の職を得て、翌日に、数密顧問官に任命された。1731年初、セジチオンデフィメーションディスプレイ D という特名のパンフレットが、クラフツマンのパトロンに、検定という形で発された。パンフレットには、パルトニーとボリングブルック施釈への攻撃が含まれたが、パルトニーが、 パンフレットの著者を、ハービーであると考え、返事として、エープロパーリープライツ、エーレートスカリラスライブルというハービーへの攻撃を書いたため、二人は、アッパーセントジェームズ・パークで決闘するに至り、継承を追うに至った。匿名パンフレットの作者について、ブリタニカ百科事典第11版ではハービーが、パンフレットと検定の著者ではないと述べたとしつつ、 別の手紙では検定の著者であると認めたとし、英国人名辞典では、ハービーの改装録からハービーが検定の著者であるとし、パンフレットの著者は、ウィリアムヨングとしている。1732年1月のモーペス教による、陸軍規模削減の改正案に反対した後、1733年6月11日の繰り上げ直書により、ハービー男爵を、父から継承。 貴族院に移った。王妃キャロラインと親しかったため、副区内長官にとどまっていたにもかかわらず、ジョージ2世に大きな影響力を有した。1737年11月にキャロラインが死去すると、ハービーは副区内長官の職に不満を持ち、昇進を求めた。入滑する公爵は反対して、一時は辞任をちらつかせたが、後に折れて、 ハービーは1740年5月1日にゴドルフィン伯爵の公認として王子証書に就任した。1741年2月にグランビル男爵がウォルポールの解任を同義した時にはそれを反対した。翌年1月にはホレス・ウォルポールがハービーが病気を患ったことを記述したが2月にウォルポールが辞任した時も王子証書に泊まり7月に ようやく罷免された。その後、ミセレーニアスソーツオンザ、プレゼントポスチャーオブフォーリン,ンド,ドメスティックアフェアーズといった政治パンフレットを書き続き、1743年2月には、ハノーファー閉会参道議を指示、他にも人法に反対したが、同年8月5日に、病死、12日に、イックワースに埋葬された。 メアリー・レッペルとの結婚は1720年10月25日に公表されたが、実際は1720年4月21日に秘密結婚していた。その証拠には、イックワースで保存されている初代ブリストル伯爵による1720年5月20日の手紙であり、ブリストル伯爵はその手紙で二人の秘密結婚を祝った。1721年7月に、 メアリー・ウォートリー・モンタギューから、マー・ハクシャク夫人に宛てた手紙では、ハービー夫婦の熱烈な愛情について書かれた。二人は四男四女を設けた、うち三人がブリストル・ハクシャクを相次いで継承した。ハービーは両性愛であった。アンベンと関係を持ったほか、レディ・メアリー・ウォートリー・モンタギュー、さらには、キャロライン王女と関係を持った可能性もある。1728年に、 スティーブン・フォックスがハービーに従ってイタリアに向かった後、二人はその後の10年間にたびたび同棲した。1736年に初めて出会ったフランチェスコ・アルガロッティには熱烈なラブレターを送り、王大,大使フレデリック・ルイスとは友好な関係を持ったこともあり、性的な関係を持った可能性もあった。野党のウィリアム・パルトニーからは、性的に曖昧であると批判され、 アレキサンダー・ポープもスパウルスでハービーを批判した。また、スティーブン・フォックスと関係を持つ以前はその弟、ヘンリー・フォックスに引き付けられた。1727年から1737年にかけての宮廷生活についての回想録を書き、以降家族によって保存されていた。次男オーガスタスは、ジョージ3世が死去するまで出版することを禁じ。 回想録は1848年に出版された。ありがとうございます。